never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. 皆さんこんにちは、ゼウスチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。イングリッシュブルドッグのゼウスと私たち夫婦の日常をゆるくお届けしております。更新は夜7時の予定となっておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると大変嬉しいです。はい、先月7月28日はゼウスくん3歳の誕生日でした。恒例のケーキと誕生日プレゼントはゼウスくん喜んでくれるんでしょうか。もうちょっと高いって、もうちょい高いかな。どこ、ここら辺？それぐらいかな。あ、そう。うん。はい、あと。あと3だ。3。で、だから3歳になりますからね。3。はい、です。あれ、あっち向いてて。あれ？こうか。そう、うん、どう、とりあえずいい、うん、オッケー。はい、じゃあ続きまして、続きまして何、ケーキ、メインのケーキ、ケーキ持ってくるか。ジェスケーキだって。あ、ジェスのこれすごい、これやばいか。今日の主役助け引き。おい、なんだそれ。去年の使い回しですけど、ね、そうか、なんか違う。あ、いいよいいよ、似合う似合う、こういうの。ほんとすぐ消えちゃう。あ、おいで、です。待て消えちゃう、消えちゃう。鼻息でふって消えるよ。はい、消えました。はい、消えた。予想通りだ、予想通り。予想通り、鼻息で。鼻息でふって消えるから。これ、おいしさはジェイス。見せて見せて。もうおかわりって言ってるよ。もうおかわり。じゃあまずこれ食べたい、みこれ食べてみ。うん、これ食べて何食べたい。わかんないけど、飾りのやつ。おいしい？いきますよ。誕生日だし、うん、くよ、強引に。はい、くよ、どうぞ。はい、どうぞ。来た。高速で舌が。おいしい。思ったより上品に食べる。そう。もっとここら辺がぐしゃぐしゃにするかと思った。口の周りは結構なことになってる。大丈夫だよ、これ。これ美味しいのかな。美味しいんじゃない、やっぱり。1年に1回ですかね。またがいね。美味しい、いいですか。もうなんか箱の離してる間にもほとんどなくなって。うん。それ私の指だな。それは私の指ってもんだ。それも食うかな。飛んでっちゃ、これでもこの大きさをさ、人間が食べるっていうだけでも結構さ、お腹いっぱいになると思うんだよ、一人で食べる。さあ、おいで。ほら、もうちょっと興奮し始めて、はぁはぁ、うん、危険だね。わざわざ冷房のついた部屋。うん、おぉ、こうなってんの。行くよ。どうぞ。で、プレゼントで、プレゼント。じゃーん。じゃーん。このままでまだわかんない。うん、あ、圧縮袋に入ってんだ、すごいね。あー、それでコンパクトに。じゃーん、ようやく新しいの来たな。
どうですどうですゼス、今度豚骨で、豚骨ラーメンだよ。ちょっと折りたたまれて丸じゃなくなった。もう倒しちゃったよ。ちょっと、もうかじって、はい、注意して。ゼス、これあなたの好きなカップ麺ベッドだよ。あなたこのベッド好きでしょ。カップ麺入れなきゃ、麺入れなきゃ、はい、やっぱ新しいな、これ。ふかふかだよ、麺が。これはい、ですか、はい、ですか、蓋は蓋、お、新品だ、豚骨だよ、豚骨ラーメンです、今回は。早速かじってる、早速かじってる、カミカミじゃありません、ですか、のゼス、入ってみる、ですか、ほら私とりあえず入ってみる、おいで、あ、これ、ほら、ですか、ほら、おいで、デスクもいる、お前がいたら入れねえよ、はい、まだ最初だから最初だから勝手に行っちゃった行っちゃったデスほら戻った誕生日会当日はゼス君が新しいカップ麺ベッドに入ってくれなかったんですけど、次の日以降は普通に入って寝ていました。では動画終わります。本日もご視聴ありがとうございました。